吸収できますもんね、はい、ボクシングもそうですし、天心はどうでした？天心くんは結構仲良くて、うん、まあそうですね、そうですね、プライベートでもご飯とか行くんですけど、うん、早いっすね、とにかくスピードっすね、はい、パンチの重さっていうか、もうタイミングとスピードと、はい、パンチは軽いですか？いや、軽くはないですけど、どっちかというとこのタイミングとスピードで倒すタイプですね、うん、距離感もいいですね、あと 目がいいですよね、めちゃめちゃ目いいですね。でここのジムの代表の方が、はい、こんにちは、写真のベルトの方なんですけど、はい、その方が天心結構ボクシングずっと教えてるんです。あ、そうなんですか？そうです。ここに通ってるんですか？もともと定権ジムのチーフのトレーナーだったんですよ。へぇ、独立されてここのジムをオープンされて3年ぐらい経つんですけど。そうなんですか？そうです。